パズルゲームといってもいろいろありますが、ジグソーパズルのようなものは駆け引きを持ちません。どちらかというとその楽しみは組み上がっていく達成感によるものかなと。かの有名なテトリスは誰もが知ってるぐらいのゲームでしょう。とても面白いです。テトリスはペントミノというパズルゲームをもとに着想されています。ペントミノはいろんな形の12個のピースを四角くきれいに収めるパズルだけど、ペントミノはジグソーパズルと同じでゲーム性がない。一方テトリスにはゲーム性がある。この違いはやはりリスクとリターンがあるからです。持ち物パズルのリスクは積み上がっていくロックそのもの。積めば積むほど考える時間が短くなっていきます。で、そのリスクに対し綺麗にラインを揃えて消すとリスクが下がる。まとめて消せれば準備的にリスクが高まる分より気持ちよくなると。落下するテトリミノの速度が上がっていくという仕様も、リスク上昇による刺激に絡んできます。後の移植作品から出た要素ですが、テトリミノの着手後に回転させたりずらしたりすることでリスクギリギリのところで粘れる仕様もリスクを引きつけるという意味で大事ですね。なおペントミノも対戦にしてある程度のルールを敷けばゲーム性が生まれてきます。ピースの配置に試行錯誤が必要なので、そのトライアンドエラーのルール化も必要になるかもしれませんけどね。落ち物パズルは非常にシンプルかつ直感的にゲーム性を理解できるジャンルです。単にブロックが消えるというところから企画を始めず、消すことがなぜ面白いのかということをよく考えてみましょう。以前ご紹介したメテオスを企画したとき、メテオを打ち上げるという基礎的なアイデアを考えるに至った所要時間は5分でした。落ち物パズルが苦手なのにそれができたのも、このジャンルのゲーム性がいかに生じるのかを先に理解していたからです。ゲーム性の原理が分かっていれば苦手であっても迅速に考えることができると思います。今後もゲーム性カテゴリーなどを参考にしてみてください。